はい、こんばんは、山亮と申しますが、今回はね、緊急特別企画ということでですね、今ちょっと話題になってますね。ちょうど、今のですね、甲子園真っ只中で、この中京学院大学附属中京高等学校というね、学校がですね、44年ぶりでしたっけ、ベスト8進出と、ね、優勝候補とかともね、言われておった、東海大相模ね、破ってですね、見事逆転で破ってですね、ベスト8に進出したということで、非常に話題になっとる。で、その話題になっとる中の一つにですね、愛知県にある、これ岐阜にあるんですけど、愛知県にある中京大学附属中京高等学校、は中京大中京と、これはよく中京学院大中京とか、中学大中京なんていうね、略称にしてたりするんですけど、が、非常に名前が似とってややこしいと。実際に、私もですね、SNS とかですね、ニュースとかでもですね、見出しのところに、中京大中京初戦突破とか出てきてですね、あれ中京大中京とあれ出てなかったよなと思ってね、あれやったもんなったことありましたけど、実はですね、何を隠そうかですね、私はですね、ここに書いてありますけど、私はこの、中京大学の実は OB だったりするんですね。ってことでですね、中京大学の、OB がですね、この梅村学園、足立学園、この中京が大、中京学院大学附属中京高等学校と、中京大学附属中京高等学校が、どう違うのかね、これをね、丸ばかりっていうのでね、ちょっと年表を作ってみました。ということで、これでちょっとね、徹底解説していこうと思います。これであなたも中京マスターということですね。ですね。ということでね、見ていきたいと思います。ただですね、確かにこれね、多分年状パッと見てもね、よくわからんと思うんですよ。なんかぐちゃ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 、なんか似たような名前がずらーっと並んでますからね。ということでですね、これを紐解いていくには、最初の方から見ていかないといけません。もともとはですね、この、すべての学校、始まりはここになります。中京商業学校というのが、1923年、大正12年ですね、に、中京商業学校という、学校が設立されます。通称、中京商と呼ばれた、学校ですね。これがですね、その大正時代に作られて、まさに、初期の、甲子園でですね、吉田正夫投手というね、すごく偉大な、方が、おられまして、その方がですね、もういろんな記録を作った、例えば、ということで、その礎となった中京商業学校というのが作られました。で、中京商業学校ですね。それがですね、まあ、そのままずっと戦後まで行くんですけど、1948年に、まあ、学校のシステムがいろいろと変わりましたね。旧制中学とかね、そのあたりのところが変わりましたよと。その時にですね、名前が中京商業高等学校となります。まあ、この通称は中京商でそのままですけどね。で、この時に学校法人化してます。で、その時にできたのが梅村学園という学園で、それで戦後の、教育体制というのが、梅村学園というのを中心にして出来上がってくるわけです。で、今回は、その後にできたいろんな付属学校、短期大学とかですね、ちょっといろいろと幼稚園とかいろいろあるんですけど、そのあたりは全部ちょっと割愛します。ちょっと、この甲子園とかに出てくる名前のところだけにちょっとしておきました。三重校は入れておきましたけどね。ってことで、中京商業学校ができます。で、その後に、実は1956年に、これが私も通っとった中京大学というのが、できるわけですね。やっぱり矢事にあるところですね。あと、トヨタキャンパスも、まあね、トヨタキャンパスもアイスリンクなんかできてね、非常に有名になりましたけど、私、で、この中京大学が、できました。ということで、実は時系列から言うと、高校の方が先にできてるんですよ。高校の方が先にできて、後から、大学の方ができておるっていう順番なんですね。で、まあ、その後、1961年に、梅村学園が、三重に、学校を作って、それが、三重高等学校、三重校ですね。三重とか三重校って言って、三重県代表で出てくるところですね。実は、私立学校なんですよね。三重高校は。意外と県外の方ですと知らない方が多くて、こう、三重って名前ないから公立なんて違うのと思うけど、実は三重高校は、私立なんですよ、ということでね。ここは、梅村学園が、ずっとやってました。で、まあ、これだけちょっと発足で説明しておくと、三重高校が、は、そのまま名前は三重高校のまんまですけど、実は、去年ですね、2018年に、学校法人として独立してます。三重高、学校法人、三重高等学校という、学校法人になりましたので、実は梅村学園から、ちょっと今切れてます。この段階で、実は1962年に、足立学園というものが岐阜で設立されます。これ岐阜ね。水星やったかな。うん、で、設立されます。で、ね、じゃあ
この足立学園さんというところは、すると1963年に、今度中京高等学校という、学校を岐阜に開設します。これが、当時俗に中京と呼ばれたところですね。で、いうことなんです。いや、俺の中京って名前があるのに、何中京って名前こっちで岐阜で行って勝手に使ってええんかってなるんですけど、これ実は問題がないんですね。なぜかというと、この足立学園というのはですね、名前が足立さんと梅村さんというふうになってますけど、もともとはこの足立さんというのは、梅村学園を作ったですね、この梅村、まさに中京商業学校を最初に設立した時の、梅村聖光さんでしたっけ、清光さんでしたっけ、ちょっと読み方すみません、はっきりしなくて申し訳ないですけど、という方がね、まさに創業の方がおられまして、で、その方の、次男の方が足立さんだったですね。まあ、ちょっと名字は変わったんですけど、実はですね、血縁関係のある関係で、ですので、まさに学園としては、まあ、兄弟校とも言わないかないんですけど、まあ、いとこ同士の関係みたいな感じなんですよね。兄弟、姉妹学校とかっていうような正式なね、提携というかは、まあ、まあ、全くしてないわけじゃないんで、まあ、いとこみたいな感じと思ってくれたらいいのかなと思います。で、足立学園と出てきます。ですので、まあ、こっちで、じゃあ、中京って名前使わせてもらいます。はいよ、と。ね、当時は中京商業学校って名前でしたからね。ってことで、中京高等学校というのを作ります。ところがですね、そうすると、ね、中京大学とこっちがなんかくっついてるようなね、なんかイメージとかにもなってくるじゃないですか。まあ、で、つながりがないわけじゃなくて、実際、中京から、こっちの方に推薦で来るって、私の同級生でも言いましたね。中京、中京高等学校、当時はこれでしたけど、中京高等学校、岐阜中京とかって言ってましたけど、岐阜中京の方の出身だよって言うとって、実際に卒業アルバムとかね、中京大中京の子とかとね、見比べてみると学園長の顔すっごいそっくりなんですよね。ああ、もうこれは間違いなく血がつながったのかという、ね、そんなのもありますけど、まあ、そんな感じで、まあですね、全然、なんか、問題があって、これ、商標権で揉めた、餃子の王将みたいに商標権で揉めたとか、そういうのは一切ないんですよね。で、中京学校ってので、1967年に、中京高等学校は中京商業高等学校という名前に、そして同時に、中京商業高等学校は中京高等学校にという名前になったんです。ここでですね、名前を、テレコにしたんですよね。ね、なんか、正式にテレコにしたと言ったらいいんですかね。入れ替えたんです。ですので、ここからは、岐阜の中京、足立学園のやってるところが中京省になったんですよ。ここから中、こっちが中京省になって、こっちが中京になったんですよね。ということなんです。ところが、これ、やはりね、いろいろと、ね、あったんですけど、で、その後にですね、ずーっと来て、今度、実は、こっちの方、足立学園の方がですね、大学を作ることになりました。こっちもね、やっぱ高校の後に大学を作ったんですよ。それが中京学院大学っていうところで、中京学院大学はね、有名な広島で活躍している菊池選手、実は、中京学院大学なんで、こっちなんですよね。たまにですね、プロフィールとかでですね、フォローアウト見ると、たまにこっちの中京大学の方の、プロフィールで中京大学出身って書かれてる時が、あったんですけど、実はこっちなんで、菊池選手はこっちです。っていうことで、そこはね、ちょっと、言っときましょうかね。っていう感じで、中京学院大学っていうのは出来上がります。で、その後に、1995年ですね、ここでですね、やはりちょっと、中京大学というのをですね、やはり軸に、学校の、学園の構成を作っていこうということですね。まあ、ここ、いわゆる大学ですので、これが一番上のね、ところだからということなんでしょうね。それでですね、付属というふうにつけるようになりました。1995年から中京大学付属中京高等学校、この中京高等学校がですね、中京大学付属中京高等学校という名前になりました。日本分離。日本分離とね、戦って、最後、9回ツーアウトから日本分離がね、ものすごい猛攻して、いや、あの時はね、本当にね、私もハラハラしながらね、見てましたけどね、見てみたっていうか、ラジオで聞いたな、確か。うん。ね、で、わ、ヒヤヒヤしてたもんですけど、ね、中京大中京ですね。
ということで、これで中京大学附属中京大学高等学校、中京大中京というのができて、これはもうそのまま今に至りますよと。ところがですね、実はこの後厄介なことになります。厄介なことになるって言ったら良くないですけどね。この後ですね、実は2001年ですね、21世紀になってから平成13年になって、中京商業学校、まあこれで中京高等学校って名前が入ったじゃないですか。ってことで、こっち、足立学園の方も中京高等学校という名前にしたんですね。うん。ということで、中京高等学校というのが、愛知の中京高等学校、まあこれはでも中京大中京と呼ばれておって、中京大中京と、中京高等学校、通称中京があると。まあ岐阜中京なんかって言ってね、地元の方では、地元メディアで岐阜中京とね、中京大中京みたいな分け方してましたけど、こういうことが多かったですけどね。うん。実際私も、この中京高等学校になった後から入ってましたんで、あそこで中京省と違った、名前変わってとかって話はちょうど、してたことがありましたけど、で、中京高等学校で、ここがですね、実はつい最近なんです。2017年になって、実は、こっちの方とですね、歩調を合わせるじゃないでしょうけどね、同じように大学、中京学院大学の附属高校という形を正式にとってですね、それで中京学院大学附属中京高等学校となりました。ことはね、過去の甲子園を見とると、中京で、こっちでも甲子園出てますからね、こちらこっちで甲子園出てます。ここも甲子園もバリバリね、出てますし、でこっちの三重校は三重校で出てますけど、ってことで、それで過去のやつを見てると、これどっちのどっちなんだっていうね、分かりにくくなる。しかもですね、さらに厄介なことに言ったらいかんかな。ユニフォームが基本連携してるんですよね。で、一時期中京大中京になってから、ちょっと筆記体みたいなね、カープみたいなって言ったらいいかな。こんな感じで言うと、中京っていう。大体この2パターンがあるんですよね。筆記体のタイプのやつと、このブロック文字のやつがあって、で、中京大中京になって、昔はずっとこのブロックだったんですよね。昔からずっと。で、中京大中京になった時でしたっけに、この筆記体の方に変わって、こっちの方がで、梅村学園やったら三重校も同じようにブロックから変わってね、こういう同じような制服になりましたんで、それで、このブロック体の方はこっちが使うってなったんですよね。なもんで、昔の制服の感じがこっちの方で行ってとかってなくて、それでね、さらに、分かりにくさが増したというのはあるんですけど、まあね、ということでですね、で、今はこの中京学院大学附属中京高等学校になって、で、文字も実は、今年からでしたっけ、去年からやったっけ、全部このブロック文字に統一されたんですね。三重校も同じように、三重校でしたっけ。っていうブロック文字になりました。ということで、今のこの中京学院大学附属中京高等学校と中京大学附属中京高等学校という、いうふうに、なってったというわけなんですね。ですので、まあ、ややこしくなるのは仕方ない。まあ、ただ、実は時系列はちゃんと被らないようになっておるということなんで、基本的に、岐阜の中京って言って、で、中京ってなっとって、ね、このところとかね、それ、岐阜代表とかってなっとる場合はこっちのことなんや。愛知代表ってなっとる場合はこっちのことを言っとるんやなった、いうふうに、思ってもらったら、少しは分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思う次第でございます。まあ、で、方ですね、もうね、若い学生さんの方はですね、ぜひ、ね、どちらでもいいです。まあ、できればね、私、中京大学ですね。ぜひ、中京大学来てほしいところですけどね。まあ、こんな感じでやってますんで、まあ、ぜひ、中京大学を理解していただいて、ご理解いただいてですね。それで、また、ね、いろいろ、受験生の方は、ぜひ、中京大学を来てもらったりとかですね、してもらったらいいんじゃないかな、というふうに思う次第でございました。ということでね、一応です、とりあえず締めたいと思います。ということでね、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。